小松市役所の山本部長のお話、2回に分けてお伝えします。小松の魅力再発見です。どうぞ。本日のタイトルは Go Around 小松の魅力を再発見です。それでは山本ゆかり様、お願いいたします。こんにちは。小松市観光文化課山本ゆかりでございます。今回 Go Around 小松の魅力を再発見、今コロナの状況で、コロナ禍でいろいろ世の中大変な状況でございますが、こういう時期だからこそ小松のいいところをみんなで見つけて再発見していこう、ディスカバー小松という、そういう、気持ちでみんな毎日生活して、また一人一人が小松のいいところを再発見して知ることによって、また一人一人が小松の広告塔になっていただけることをぜひともお願いしたいと思いまして、この内容を選ばせていただきました。私も実はこの、仕事について初めて小松の良さっていうのを改めて再発見したところでございまして、小松ってこんないいところがいっぱいあるんだなというところで、この先人の方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。この観光事業っていうのは市役所の市の仕事として、観光というのはどんなふうに考えたらいいかなというところですが、まず私のポリシーとしていつも思っているのが、小松の昔の先人の方々が築いてこられた伝統でありますとか文化、そういったものを守る、それが一番大事なんですが、守るだけではなくそれを活用して観光とか人に来ていただくところに生かす、でさらにそれが地域づくり、観光をやってても地域の方々が幸せな気持ちになったり満足しないと観光をやってる意味もないので、地域の方々が自分の地域づくりのためにぜひともやりたいというところを応援するところが今の考え方かなと思います。小松の文化を生かした観光、それがさらに地域づくり、そういった流れになっていければということを日々思っているところでございます。まず自然が生み出した魅力ということで、小松は石の文化ということで2016年に日本遺産の方に認定されました。さらに2018年には北前船の日本遺産ということで、小松市は今2つの日本遺産を持っている都市として発信させていただいております。まず自然が生み出した魅力ということで、小松この石の文化日本遺産に認定された、その昔、2000万年前火山が降り積もって小松市に、まずその豊かな自然の音が生み出されたというところから小松の歴史が始まっていきます。またさらに石の文化日本遺産に認定されましたきっかけとなりましたのは、戦の初め、今の小松駅東のところの妖怪獅子型のところで1020点余りの国の文化財の方が見つかりまして、その中には弥生時代から小松市の方ではものづくりの文化がすでにあったという、そういった歴史がこの平成になっていろいろ科学的な分析等も重なりまして分かってきたところでございます。この首飾り、よく緑の石というのは昔から権力の象徴と言われておりましたが、この卑弥呼さんの時代にもうこの使われておりましたこの、壁玉の石ですね、これもたどりますと小松市の方の中地域のところで、今でもありますけれども、そちらの資源を使って小松駅の妖怪獅子型のところでこの、首飾り等が作られてきたというすごい長い歴史があることも現在は分かってきております。古代から脈々と石の文化とものづくりというのはずっと小松市、昔もものづくり今もものづくりということでつながっていることも現在分かってきております。歴史とともに築き上げた魅力というところで、先ほどのものづくりにも関わるんですけれども、九谷焼、また町衆文化産業、また小松市にはものすごく素晴らしい伝統文化、伝統工芸、いろいろなものがあるということも、だんだんこれは本当は分かっていることなんですけれども、
外から来られた方とかいろいろな方に評価される中で、この時代とともに形を変えながら、それでも心と文化っていうのはずっと一本でつながってるというのも小松市のこのすごい歴史物語のストーリーの中であると感じております。小松市の方では今ネクスト10年ビジョンということで5年前に、北陸の際立った町国際都市小松ということで小松市全体でビジョンを掲げております。またさらに今は今今年今年度は市政80周年だったんですが市政 100周年の2040年をゴールとした今新しいビジョンの方を作成中でございます。ネオ小松2040ということで今作成中でございます。この中この中 の, 観光としての考え方といたしまして、7つのテーマを掲げながら小松市の観光の方は進めさせていただいております。まずは歌舞伎の町小松ということで、こちら歌舞伎曳山子ども歌舞伎につきましては250年の歴史がございます。250年、途絶えることなくこのコロナ禍においても、先日、まあ、10月なんですが歌舞伎の方も上演させていただきました。この歌舞伎の町小松につきましては先般石川県知事様にも大変激励いただいたところですが、もうコロナ禍でもどんな時でもこの伝統文化だけは絶対途切れないように頑張ってほしいという強いお言葉をいただき、また知事さんにおかれましては小松のこのホタビ祭りについては毎年必ず来てくださっておりまして、石川県としてもこの歌舞伎の町というのは大変定着しているというふうに思っております。2つ目は、朱玉と石の文化ということで今日本遺産いただいた石の文化でございます。こちらの方は、ものづくりが始まったこの、石文化の他に九谷焼の発信でありますとか、この石の文化の中には九谷焼、小松市の一番大きな伝統工芸九谷焼のそういった歴史の方もこちらの方に加えさせていただいております。3つ目は環境王国小松ということで、石川県にて唯一手を加えていない素晴らしい眺望の木場又を拠点とする環境王国小松ということで、こちらの方は環境王国という認定をいただいてここ10年、大変ものづくりも盛んだけれども大変自然環境また希少生物にも恵まれた地域ということで認定をいただいております。6つ目につきましては乗り物の町ということで小松様を中心とした、小松の森を含め、また日本海最大であります日本自動車博物館、また小松空港、いろいろな乗り物といった特徴がある町でございます。で科学と人づくり、こちらサイエンスヒルズを中心として今はサイエンスヒルズの館長が山崎直子さんということで、大変癒着さでありますとかいろんな方々に小松の人づくりの方にも応援していただいております。次は水郷の町ということで、これは北前船の方に認定されました。また小松市、皆様のお手元の方にトシネコのパンフレットの方も待っておいて、置かさせていただいておりますが、今年度実はトシネコ小松城入城380年の年でありました。そちらパンフレット大変よくできた資料なんですが、ぜひともまた皆様必要であればおっしゃっていただけたらと思います。小松城もご存知の通り水の中に浮かぶ、町で、小松市は昔から水郷を活用して発展してきた町というのも歴史的に分かってきております。最後は科学府、歴史ロマンということで、2023年は科学府立国1200年を記念する年でございます。その、年に向かって、実は加賀の国府、国府の地域、加賀の国の中心が2分にあったということも分かっておりますので、この辺りが加賀百万石の中心部であったということも分かってきておりますので、そういったことも2023年に向けて進めてまいりたいと思っております。なたでは
名田寺もこちらの方も拠点施設の一つとなっておりますが、名田寺もよく見ると根のでありますとか、紫水晶、いろんなところに石が埋まっている、もうまさに2000万年前、火山灰の降り積もり、それが化学反応によって、石、きれいな石、いろんな石が出来上がった、それがもう名田寺へ行けば本当にいろんな歴史も見ていただくこともできますし、さまざまな時代、都市根高の時代も大変、こちらの方を再建で変わっていきましたし、名田寺につきましては本当に小松市の宝だと思っております。また九谷焼の製陶所につきましても、九谷焼というのは土からできた粘土ではなく石からできたという、これは全国的にも、この陶磁器の土が出るところっていうのは5カ所ぐらいしかないんですが、その中の一つが小松であり、その九谷焼というものは金沢でも能美でも加賀でもいろんなところで九谷焼というのを発信されておりますが、この土から全て作家さんまで、川上から川下まで全て揃っているのが小松の特徴でございます。また後で二人のことも少し説明させていただきたいと思います。あと、ちょっと言って申し訳ないんですが、現在、小松市の方で大変二人焼きの事業に応援させていただいているんですが、今日、来ていただいている4代の方、の徳田様の方にも今小松市の二人焼きの発信事業に大変ご尽力いただいております。東京の玉美大の学生様たちとなど、いろいろな方々とコラボレーションしながら新しい九谷の発信にも取り組んでいるところでございます。皆さんいかがでしたか？私も昔はニューヨークや東京に憧れていましたけど、父に言われて小松に帰ってきました。小松の魅力パート2、ご期待ください。